はい、おはようございます。今日は4月16日ですね、の土曜かな、金曜土曜か。はい、じゃあこれからですね、まあ昨日ちょっと結構屋根がこの竿天井っていう天井らしいけど、この屋根がなかなか脆いので、絶対乗れないと。で、屋根裏には根太が一本もないんで、屋根を落とすこともできず、この竿もね、落とさないといけないから、そんなことやってらんねえよっていうので、まあ、屋根裏、これから乗っかって、はい。で、あとはこれ、断熱材。去年ね、大工さんが、引きこもりの人たちを受け入れてるシェアハウスに、ちょっとお邪魔させてもらって、もらってきたものです。まあ、ちょっと、とうとう、できるだけね、これはいいものだから、いい断熱材だから、できるだけ使わない方がいい、使うんだったらもう、ここっていうところ以外に使いたくなかったから、どうしようかなっていう感じだったんだけれども、どうしようかな。まあ、ちょっとこれも、行かないとだから、なんかすげえ車から見られてんだよね。はい。まあ、こんな感じで、一応断熱材だけ上げたんで、まあ、ここからやっていきます。で、ちょうどこのウェアラブルカメラを、つけたので、まあ、これからはね、こっちの視界、こっちの視点がメインになります。なんかね、バイオハザード7だよね。よっしゃ、じゃあ今日もやっていこうか。よし。まあ、一応断熱材を上げたんで、奥からやっていこうとは思ったけれども、めんどくさいんで、とりあえず、どんなもんかを、やっていくんで、ちょっと手前からやっていきますか。よいしょ。で、一応、この板に乗っかっていきます。あんま値段体重かけらんのかな。それが怖い。よいしょ。まで、ツンツンと入れればいいよ。こりゃいる。しまいだな。ここで、いやでも持ってくるのめんどくさいもんな。なんでこの紙、マジかよ。なんでこの紙、結構長いな。はい、よいしょ。こうツンツンする棒で、どうしようか、血はどうしようか。あ、ごめん、あ、勝った。
まず、一番奥までがしんどいので、これはどうしようか。でもこれ、どうやって、あそこまで行けないもんな。どうすっか。はい。ですね、一番向こう側は、はい。では、行けるっちゃ行けるんだけれども、めんどくさいんで。結局、お尻なんだよね。これ、お尻だから、まあ、いいかっていう感じですね。うん。なので、とりあえず、これを、地道に切り。で、ちょっと、間違えたことがあって、向こう側からコロコロコロって転がしてくれば、よかったのでは、という、疑問ですが。で、まあ、このツンツンと、棒でツンツンと。これで落としていくか。あ、これで落としていくか。そうするか。そして最後に、あ、ここにあれ、モコモコってやる。あの、発泡が、型のあれが欲しいね。よし。いや、でもここまでやるんだったらもったいないから。あ、どうせ、一体にならないんだな。あ。いや。まあ、いいか、できるとこまでやるか。やめた。まあ、こんな感じで一応じゃやっていきます。はい。じゃあ、次から、とりあえず客室を手に入れてやりますわ。一応向こうの落ちてるところは、あれ、押し入れだから、内側からちょっと発泡スチロールなんかで、いや、そんなにしなくていいかって感じですね。いや、でもこれが難儀だな。これがコロ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 。もし、これが取れればいいんだけど、どうするか。これとりあえずね、向こうから転がしたらよかったね。よいしょ。まあ、とりあえず、ぼちぼち、地道でもいいからやります。どうした？ん？どうした？まさかまさかのカッターが落下。あー、またカッター落としたか。ポケットか。ズボンポケットに入れなかったな。これは、おい。これはどうやって。カッターを。はぁ。いやー、難儀だな、これ。あ、そうか。順番的にはあっちか、あっちが書斎だから、あっちに落としてからじゃないとここできないんだな。っていうことは、これおかしいの。その竿天井の竿の間に、これ竿天井の竿の間にさ、この断熱材引き詰めてさ、それでいいんじゃねえの？それが一番いいんじゃねえか。多分これそんな強度がないから、穴開いたね。VVF ケーブルだし、邪魔。これはいつまで経ったって終わらねえな。
あ、ダメだな、これ。どうでつついても、あらんだよ、のっきがさ、棒が見えるぞ。結局あっち行かねえじゃん。いや、やめた、やめた。無駄だ。これはもうここでいいか。ちょっとこれ、どうすっか。あっち、とりあえずここの、のっきの高いところだけを、断熱材敷く。いや、でもこれ、天井の裏でやる必要があるのかな。なんかね、あの、竿天井のあの、竿と竿の間に、スタイルフォーム打ち付けて、それでもいい気がするんだよな。で、多分完璧にあそこの詳細はね、できないし、どうですかこれ、断熱が破れちゃうからさ、どうなのっていう疑問が正直ある。さてどうすか、まあ、とりあえず客室の天井だけやって、で、やる感じかな。とりあえず、両方やってみようかなっていう感じでやるか。多分これ終わんねえぞ。でもまあ、うち、天井だけやってもいいんだけど、多分さっと落ちるんじゃないか、結露よって。さてどうする。いや、これ。なんだ、あ、でもこの辺さ、ボロボロになるもん。ボロボロになるもんな。まあいいか、やるか。これでね、ボロボロになっちゃったらいいのな、今。まあどうせ気密性を完全気密もできない、この家は。そして、これでいいか。これ棒でついて、ずっと。あ、こんなもんしかできないな。いや、でも結構暑いな。じじじじじ。来てるから、まあこのまま。じゃあ次、移動しますか。ちょっとまだ、あ、半端なところあるから、まあ行くか。はい、どうも。今回はそんなナレーションなかったんですよね。で、まあ、天井裏ですね。これ、一番あのきつかったところに入ります。で、何がきついかって言ったら、天井裏のあの、ほこりですね。で、ほこりと、何匹かの動物の糞かな。なんか意外とネズミの糞がいっぱいあるんですよ。だからそこら辺の舞い上がったものなんですかね。まあ、目が痛い、目がもう、なんでしょうね。涙で見えない、鼻水はもう出てくる、どうもこうもないですね、あの天井裏って。で、まあ、あと、よくよく見ると、泡盛を直した跡とか、いろいろあるから面白いですね。で、まあ、とにかく今回は、竿天井、本当に嫌でしたね。で、今思うんですけど、まあ、大体、床、天井に置く必要なかったですね、全部置けないんだったら、っていうことに気づきました。はい、こんな感じで頑張ってるよい、バイバイ。